これより第2クォーターに入ります。エールズ今度は画面向かって左から右に攻める形になります。ボールオンは相手陣28ヤードの位置からのエールズセカンドダウン6。エールズファースター、クォーターバック4番ハンドオフウェイから自らキープ、オプションを取りまして左オープンに展開し、相手ディフェンスを殺到する中、素晴らしいステップワークで攻撃権更新としました。リードエフォートエールズファースター。ここはエールズランニーバック34番のヤギ、クォーターバック4番ノブヒロのランによって状況打開を図っております。ノブヒロは京都工芸繊維大学出身。さあこれにより相手陣20ヤードに入りました。エールズファーストダウン10です。さあ抜けていった、ナイスダウン、ファーストダウン。今度はランニングバック34番ヤギです。ハンドオフを託されまして右オープンに展開、相手のディフェンスの隙を塗ってそのまま右サイドラインを独走、ゴール前1ヤードに迫るビッグラン決めまして、リードエフォートエールズファーストダウン。ヤギは近畿大学出身のプレイヤー、関西一部リーグを賑わせた選手がここで活躍しております。さあこれによりましてエールズ相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴールと入ります。4回の攻撃権でエンドゾーンに届きますでしょうか。サイドラインのアズもここでディフェンスが見せるところではあります。まずはその1回目、タッチダウン。ここでエールズはパワープレーを選択しました。ランニングバック21番にボールを持たせまして、そのままオフェンスラインとともに中央へ流れ込みました。サイドラインのアズこれを押し返さんと奮闘しましたが、そのままねじ込まれましてタッチダウン。リードエフォートエールズタッチダウンにより6点先制となります。見事タッチダウン決めましたら21番の東浦でした。桃山学院大学出身のルーキー。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、サイドワインダーズ0点。まずは先制点はエールズが得点という形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスターに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、このワンプレーでさらにキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点パターンは自分たちのエンドゾーンに倒されるセーフティー自殺戦です。この得点は2点、従いましてアメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなります。この足し算によりまして駆け引きが行われ、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は得点を挙げましたエールズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。さあサイドラインナーズリターンに入る、これはナイスリターン。リターナー12番、キャッチしましてから一旦中へ切れ込んでから左オープンへ展開、相手カバーの隙間を縫うように左サイドラインには駆け上がり、自陣43ヤード付近からの攻撃と変わります。見事なリターンを決めましたのはサイドラインナーズ12番の田原、立命館大学出身、関西の強豪校の一角にある立命館の選手がここで活躍しております。さあ自陣42ヤードからの攻撃となります。サイドワインダーズ反撃のシリーズを展開しようとします。サイドワインダーズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。キャリア10番エールズディフェンスに殺到する中、それをセカンドエフォートで粘りながら中央約5ヤードのゲインとしています。粘りあるランプレーを見せましたのは10番の浦田、
大阪産業大学出身。サイドワインダーズ、自陣48ヤードからセカンドダウン5。パス成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー8番にパスを通しました。しかしこれはエールズ24番素早くタックルしまして攻撃権、しかし攻撃権更新にはなりました。サイドワインダーズファースターン、ギリギリのところ止められたかと思いましたが、8番見事な体のそのスピンムーブによりまして攻撃権更新としています。サイドワインダーズ8番は竹原、神戸学院大学出身。さあ相手陣に入りまして、相手陣47ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでサイドワインダーズ一気にロングパスにより前進を図りました。タッチダウン狙わんとする素晴らしいパスを投じましたが、これを取ったのはリードエフォート、エルズ18番。インターセプトにより攻撃権ダッシュ、攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはリードエフォート、エルズ18番の川本、明治大学出身。関東学生でその名を知れた名門校であります明治大学グリフィンズ出身のプレイヤーです。本日の YouTube 配信、非常に電波が不安定な状態になっております。誠に申し訳ございません。後ほどこちらの方は編集し直しましてアーカイブ版投稿させていただきます。さあ攻守変わりました。エールズの攻撃です。まずランプレーから入ります。何枠21番、先ほどタッチダウンを上げましたプレイヤーですが、まず託されまして右オフタックル突破を図りましたが、しかしこれの原因は1ヤード。サイドワイナーズもなんとかディフェンス陣奮闘を見せております。キャリアは21番の東浦でした。桃山学院大学出身。東亜おじさん様、メッセージありがとうございます。今のインターセプト非常に大きいプレーだったと私も思います。しかしまだサイドワイナーズ押し込んでいる状況ではあります。エールズ自陣16ヤードからセカンドダウン9。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック4番、ハンドオフオプションから自らキープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバックが持ちました。この判断よく左オープン展開しましたが、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。これによりまして反則発生地点から10ヤード抜退する形になります。大きなゲインにはなっておりますが、結果的にはセカンドダウンの攻撃の繰り返しとなりました。しかし攻撃継続です。リードエフォートエールズセカンドダウン7、ボールオンは自陣18ヤード。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフからランニングバック左オフタックル付近に突入。キャリア21番、体をねじ込みまして約3ヤードのゲインとしています。21番は東浦、桃山学院大学出身。さあこのサードダウン4は非常に面白い状況になります。攻撃を突破しエールズがそのリズムを作り直す形に成功するか、あるいはサイドワイナーズ封じまして優位な位置で攻撃を取り返す形になるでしょうか。ボールオンは自陣21ヤードからサダウン4。ここでホイッスルです。
リードイホートエールズ、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはエールズ、ここが重要なポイントと判断しましたが、ここで作戦を打ち合わせるタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト6チーム、X3 ウエスト13チーム、全19チームの合同企画によって実現しております。この企画によりまして、多くの方々にこの試合を、この会場にお越しいただけたい方々にもご覧いただくことが可能となりました。病床に伏せておられる方々、ご高齢のため外出がかなわない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能になっております。このような形で X2、X3 は多くの方々にアメリカンフットボールを知っていただきたいと普及活動に努めております。ぜひご注目ください。さあ、試合再開となります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスに反則です。交代班、フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボールはチームのベンチ外の人数に制限は特にありませんが、フィールドの中は交代含めて11人以下と決まっております。先ほどのフォーメーションを解いた際にエールズ12人になっておりました。5ヤードバッタイシーサードダウン、やり直しとなります。結果的に厳しい状況にエールズ変わりました。ボールオンは自陣16ヤードからサードダウン9。ここでエールズ前半2回目のタイムアウトを使いました。この時にチームの中で混乱があった模様です。制限時間を超えつつありましたので、ここでやむなく2回目のタイムアウトを取りました。オフェンスチームはそのプレーとプレーの間の制限時間があります。状況によりまして、その時間は40秒ないしは25秒と決まっております。この時間内にプレーをしないと反則となり、さらに下がります。これを避けるため、ここでエールズはやむなく2回目のタイムアウトを使いました。さあ、落ち着き取り戻したでしょうか。エールズ自陣16ヤードからエールズサーダウン9。パス成功、ファースター。非常に状況厳しいところでしたが、エールズここでクォーターバック4番右にスプリントアウトからワイドレシーバー17番にパスを通し攻撃権更新果たしましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。審判のマイクに調整がおかしい状況にあるようですが、先ほどの反則はパーソナルファール、アンスポーツマンライフコンダクト、オーバーセレブレーションです。ファーストダウン更新の喜びのあまりにパフォーマンスが過剰となった判断でした。15ヤードバッタイとなりますが、しかしファーストダウン攻撃権更新となっています。しかし厳しい状況、ファーストダウン25からの試合再開となります。パーソナルファールは非常に重い反則という意味を表します。反則としては重大な過失となりますので、15ヤードの抜体となることが多いです。
従いまし、失礼しました。判定そのものの、反則の施行内容は変わります。ファーストダウン更新はしておりますので、この状況自体は変わっておりません。その攻撃権更新距離含めて15ヤードバッタリという形になります。従いまして、リードイフォートエルズ自陣16ヤードからファーストダウン点で試合再開です。さあリズム取り返さんとランプレーから入りましたが、これはサイドワインダーズナイスディフェンス。成馬区21番のランプレーをサイドワインダーズ9番見事に突進しまして、約3ヤードロスに変えました。見事なディフェンス決めましたのはサイドワインダーズ9番の尾崎、神戸学院大学出身。エールズセカンドダウン13、クォーターバック4番下がりましてパスを投じんとしましたが、プレッシャー殺到し急遽スクランブルに変えました。あわやタックルされかねない状況でしたが、素晴らしいフットワークで約4ヤード前進に変えております。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズサーダン9、パス不成功。クォーターバック4番下がりましてロングパス投じんとしましたが、この時にディフェンス1番が殺到、ステップワークでなんとかカーサントしましたが、あわやエンドゾーンで倒されるという厳しい状況を、なんとかパスを投げ捨て不成功という形に変えております。しかしダウン進みましてフォースダウンに変わります。ここはサイドラインナーズ1番の中田が素晴らしいプレッシャーをかけました。桃山は学院大学出身。東谷おじさん様、オーバーセレブレーションに関しては様々な方々の価値観が大きく変わってまいります。プロの部分、そしてアマチュアの部分といった、そういった概念も含まれるでしょう。この点は長い年月をかけその価値観改まっていくと思います。ここでエールズはパントを選択しまして、ハーフウェイあたりまで陣地返しました。この位置でのサイドバインダーズの攻撃に変わります。惜しいプレーも散見しましたが、エールズ結果的にはこのプレーは、ここでの攻撃はパントによって放棄する形になっております。さあ攻撃権変わりましてサイドワインダーズの攻撃、相手陣に入ったところからの攻撃になります。サイドワインダーズ相手陣48ヤードからファーストダウン10、さあまずランプレーから入りました。何枠10番託されまして左オフタックル突破を図りましたが、ディフェンスのプレッシャーありましてゲインは2ヤードにとどまっております。しかし果敢なランプレーしましたのは何枠10番の浦田、大阪産業大学出身。こちらも関西2部の中では非常にその地上戦に自信と歴史を持ちますチームの、そのランニングバックが活躍しております。パス不成功。クォーターバック18番右に展開したワイドレシーバー4番にパスを投じましたが、これはエールズのディフェンスカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてサイドワインダーズサーダンに変わります。サイドワインダーズ相手陣46ヤードからサーダン8、
パス不成功。クォーターバック18番パスを投じようとしましたが、ここでエールズディフェンス陣が殺到。なんとかそれをかわし、ワイドレシーバー34番にパスを投じましたが、これをエールズ18番見事にパスカットし、結果的にフォースダウンに変わります。素晴らしい攻防戦でした。見事なパスカットを決めたのはエールズ18番の鴨本でした。明治大学出身。サイドワインダーズフォースダウン8パントフォーメーションに変わります。ここでホイッスル。ここでサイドワインダーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。この白熱した一戦は早くも前半戦残り2分5秒の状況になっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。タイムアウトを解きまして試合再開となります。サイドワインダーズフォースダウン8パントフォーメーション。このパント風に流れまして大きく後退する形になりました。リターナー目測は誤り、あわやセーフティーという状況でしたが、さあこの判定果たしてどうなりますでしょうか。現在審判団が協議しております。先ほどの判定セーフティーです。リターナー19番ボールを最初に触れた時点でこの時に気づかず、なんとか後方でそれを取り返さんとリターン試みましたが、そのままエンドゾーンに押し込まれて倒されました。ここがボールのプレーの終了地点となりました。エンドゾーンなどで倒されましたので、結果的には自殺点となります。セーフティー2点が サイドワインダーズに入ります。従いましてサイドワインダーズ2点、リードフォートエールズ7点と変わります。さらにセーフティーはオフェンスチームの失点という形になります。この場合はキックオフは失点をしましたオフェンス側、つまりエールズのキックオフで試合再開となります。従いまして続けざまにサイドワインダーズは攻撃権得やすい状況に入ります。またこの時のキックオフは自陣20ヤードさらに下がった位置からのキックオフです。さあリターンに入ります。サイドワインダーズー結果的に自陣40ヤードを超えた位置からサイドワインダーズの攻撃と変わります。サイドワインダーズパントで攻撃放棄という状況でしたが、結果的に相手のミスを呼び込む素晴らしいプレーをかけまし決めまして得点を上げております。パントはその成否によりまして大きく陣地が変わるプレーでもあります。
パントチームが失敗しますと大きく後退しますが、逆にパントが素晴らしい形で決まりますと、このような形で得点ないしは大きいチャンスを得る形になります。この第4クォーターの、いや、このフォースダウンの切り替わりにおけるパント使用シチュエーションもぜひご注目ください。さあ第2クォーターも残り時間1分47秒となっているようです。サイドワインダーズセーフティーによりまず得点を返しまして、さあこの攻撃シリーズ見逃せ逆転なるでしょうか。ボールオンは自陣42ヤードからサイドワインダーズファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック18番右スプリントアウトからワイドレシーバーにパスを投じんとしましたが、これはエールズのディフェンス殺到しましてパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールが元の位置に戻され、時計も次のプレー開始までは止まります。従いまして試合時間前半残り時間1分40秒で止まっております。サイドワインダーズセカンドダウンテン。クォーターバック10番、18番左に流れてパスを投じんとしましたが、これをエールズディフェンス陣が殺到しまして、このパスプレーを阻止しております。外へ出た地点までが前進交代距離となりますので、結果的に5ヤード交代する形になりました。ボールを持った選手が外へ出ますと、ここでも一旦時計は止まります。サイドワインダーズ自陣37ヤードからサーダウン15、前半残り時間は1分32秒。キュービーサーブ。クォーターバック18番三度パスプレーに展開を図りました。しかしこの状況をエールズディフェンス5番9番が殺到しました。キュービーサーブパスを投じる前に仕留めました。約7ヤードロスに変えております。見事 QB サックしましたのは、リ・エールズ5番の山下、近畿大学出身と9番の梅本、同じく近畿大学出身です。フォースダウン22の状況、サイドワインダーズパントフォーメーションを取ります。このパントはエールズフェアキャッチ、リターンをしないというシグナルを見せまして、このキャッチした時点で終了という形に変えました。時間をおそらく確保する意味もあってのフェアキャッチです。これによりエールズは自陣43ヤードからの攻撃に入ります。さあ残り時間は40秒となっていますが、エールズの攻撃、ボールオンは自陣43ヤードからリードフォート、エールズファーストダウンテン。ここでランプレーを選択します。キャリア34番にハンドオフしまして、左オフタックルを突破、約4ヤードのゲイン。キャリア34番は八木、近畿大学出身。中で倒れますと時計は回り続けます。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスチームの反則です。交代違反。フィールドの中に12人おりました。
5ヤード抜退しセカンドダウンやり直しとなります。時計は前半残り6秒に訂正させていただきます。アメリカンフットボールは残り時間1分を切った段階でオフェンスチームが反則を行いますと10ヤード減算するという措置が取られます。従いまして残り時間6秒すべてが消費されたという形になりまして、ここで前半終了です。結果的にここで前半終えまして、前半戦終了し、サイドワインダーズ2点リードイフォートエールズ7点、リエールズがワンタッチダウン、サイドワインダーズがセーフティーで得点を挙げ、その差5点の状況で前半戦終了です。